ということで今日は久々にミヤ君と再会ということで。お久しぶりです変わってないね、やっぱり変わらないことで有名だから。よかった、髪が伸びてよかったよ。あーそうだね、前髪が変な髪型だった。髪がさ、おでこの ここら辺ぐらいまで違う。よかった、これ伸びてる姿がやっぱミヤちゃんらしさ。あ、ただ目は死んでるけど、なんか目がなんか座ってるんだよね。あ、今あ、これ一回だけど、ちょっとね、力入れないと目が。なるほどなるほど。ということで今日は久々に会ってロイヤルホストで二人でパフェを食ってね。パフェ食べてます。何これ普通男でさ、二人だったらさ、居酒屋とかじゃん。そうだね、ロイヤルホストでパフェを食って第一段階ロイヤルホストで行っちゃってるし、その後パフェ食べてる。まあそうだね、まあ、たまにはいいんですけど、甘いも食べたいんですよ。食べたぜ、食べたい。じゃあ今日は4時間ぐらい語り合いましょう。語り合うかい、長いそんな語ることもないけど、そんな語ることもない久々に会ったんです。久々の部分、取り戻そう、取り戻そう、失われた失われた時間を。じゃあ食べてどうぞ。あ、これ何、これね、あんみつパフェですね。あんみつパフェ、いちごあんみつパフェですね。いちごとあんみつが果たしてパフェ。なるほどね、クリームとあんみつ、和と洋。若いね、ミヤちゃんは。本当27には見えないわ。少年のようだわ、やっぱり。あ、だんだん生き生きしてきた顔が。褒められて伸びるタイプだから、ね、褒められて伸びるタイプ。ちょっと普段はちょっとちゃんとした大人としてるみたいな。若い少年みたい。あ、少年なんだよね、うん、おいしい。ちょっと俺もちょっと、ね、俺も若いって言われるんだからね、これでも。あ、もう若い若い若いわ。クリームブリュレ、クリームブリュレ、これね、パリパリしたとこね。そうだね。あ、何、突き刺さってる。じゃあいただきます。あ、ね、お舐めるじゃん、拾えねえんだよ、これが。ということで、ただいま帰ってきました。ロイヤルホストから我が家に帰ってきました。とっても美味しいパフェでございましたけど、ただいまお風呂を沸かしてる間に、私はパソコンで海外ツアーのね、パックツアーを見てます。海外旅行に行きたいと思います。私、タイに住んでる時はまあその周辺国が結構あるんで、マレーシアとかラオスとか、あとカンボジアとかね、行ったんですよ。日本に帰ってきたらね、たくさんたくさん海外旅行行くぞって誓ってたんだけど、日々に忙殺されてどこも行けてないという。国内旅行はおるかね、どこも行けてないっていう。そう、YouTuber って自分のもうやるべきことをね、もう編集とか全て先に終わらせたらいくらでも時間で作れるんで、全然いけるんだけど、あ、明日にしよう明日にしようの積み重ねでいけてなかった。なので私は考えました。もう先に予約しちゃえば行かざるを得ないと。それにね、ツアー入れとけばその前に予定を全て終わらせざるを得ないと。で、強制力なので、もうここで予約したいと思います。まあそんな長くいかないんでね、2泊3日とかだったらいくらでもね、時間作れるんで、1ヶ月先にちょっとね、予約したいと思います。さあ、どこに行こうかなってところなんですけど、まずは近場で2泊3日ぐらいで行ける台湾、行ったことない台湾、そして熊がすごい、相変わらず私の熊がすごいですけど、台湾に行きたいと思います。台湾、みんなは行ったことありますか？台湾良さそうだよね、あの千と千尋のところとかね、行きたいですね。なのでちょっと予約します。さあ、激安ツアー追ってってこい。1万7000円8000円9000円2万円台であるはず。だってタイに行った時は、まあもう周辺国って近いから航空券が本当に 2,3 千とかなのよ、隣の国に行くのに。ただ日本はそうはいかないと。そうしたらパックツアーの方が安いですね、いろいろ見比べたんだけど。 LCC よりもこのパックツアーでね、全部予約した方が安いと。4月に旅行行って、その動画もねブログに上がるかと思うんで、ぜひ楽しみになってください。もう寝るところさえあればいいみたいな、満喫でもいいみたいな。台湾に満喫あるのはそこでもいいんだけど、だって台湾ってあったかいんだよね、確かに。最悪寝なくてもいい、ずっとうろうろしてもいいみたいな。適当にコンビニのね横ら辺で寝るから。また4月中にはこの動画上げられると思うんでね、ぜひ期待しててください。おお、風呂が沸けた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 。じゃあそれではまた次回お会いしましょう。バイバイ。